時代最行列、エリザベス女王杯表彰式京都府知事は、地方公共団体である、京都府の主長。京都府を統括、代表する執行機関であり、特別職の地方公務員。1868年、王政復古と共に設立された京都市中取締書、及びその更新の京都裁判所の総督職を引き継ぎ、京都府知事の職が設けられた。以降、 1947年まで政府による任命が続いた。1889年から1898年は特例により、市政の施行に伴い発足した京都市の市長の職務も取り行った。現在の知事は西脇隆都市。関西広域連合広域連合委員会の広域観光、文化、スポーツ振興担当や関西観光本部副理事。 関西文化学術、研究都市建設推進協議会の代表委員などを務める。知事交換はなく、京都御苑と道を隔てて面していた1920年春工の校舎の跡地には、1988年に京都府交換と不眠ホールが整備されている。時代祭の行列では名誉不行役となり、中央競馬のエリザベス女王杯では京都府知事賞を授与している。 1947年までの32代32人の知事は感染による。抗戦性に変わってから選出された19代6人の知事のうち、地元の京都府出身者は2人であり、最長の在職期間は、荷長虎像の7期28年である。初回の1947年4月以降、19回の選挙が行われた。 3回目に当たる1954年の選挙からは、すべて知事の任期満了により執行されている。知事の補助機関である、副知事の定員は3人。現在の副知事及び、知事の職務を代理する順序は次の通り。ありがとうございます。